はい、今回のテーマとしては表選手におすすめの他球練習のメニューをご紹介していきたいと思います。短時間で多くのボールを打つことができる他球練習ですね。表ソフトを貼っている選手にはぜひともやっていただきたいんですよ。他球練習だからこそできる練習メニューもいっぱいありますし、試合に勝つためにはただ対人で練習するだけじゃなくて、こういった他球練習をすることによって普段多く練習することのできない技術も徹底して行うことができるんですよ。今回はその練習メニューの一部ですね、一部をご紹介していきたいと思います。ではやっていきましょう。はい、表選手におすすめの他球練習の1つ目としては、まずはフォア前にストップのボールを送ってもらいます。でそれをストップで返球して相手にもう一度前面にストップをしてもらいます。それに対して自分で仕掛けていくといった練習になってきます。表選手の生命線ともいえる台上技術の練習ですね。普段の対人練習だと何かしら台上技術の練習を行うことはあるかもしれないんですけど、やっぱり台上技術をやってからラリーの練習になることが多いと思うんですよ。ただ他球練習はもうその台上の技術だけを徹底してやることができるんですよ。そういった点でも他球練習で台上技術を練習することはすごくおすすめなんですよ。この練習で意識してもらいたいポイントとしては、まずはしっかりストップをツーバウンドするように返球する。そして前後の動きですね、前後の動きをちゃんと行うこと。ストップやって相手がもう一度ストップしてくれるって分かってるからといって台の中に残っていろんなことをやってしまうんじゃなくて、長いボールが返されてもいいように、ストップを行った後ちょっと台との距離を取ってもらう、そしてまた入って台上技術を行うといったことを常に意識してやるようにしましょう。そういった意識を持つことでさらに練習の質が上がってきます。そして台上技術のボールの質にこだわるということです。ダブルストップされたボールに対してただ合わせて入れるだけやったら正直意味がないんですよ。フリックするんやったら台の奥に厳しいボールを送る、ツッツキでも相手に簡単に打たれへんようなボールを両サイド、ミドルとかですね、しっかりコースを狙って打つことを徹底しましょう。もう一度ダブルストップやってもいいんですよ。どの技術をやるにしても他球練習なんで一球一球のボールの質にこだわってあげましょう。そうすることで試合で何気なく返したボールも相手が詰まるようなボールを送り出すことができますので、ボールの質の向上を意識して行うことでこの練習は自分の身になるものになるかなと思っております。慣れてきたらストップ、ダブルストップの中にたまに前面に長いツッツキを入れてもらいましょう。そうすることでより実践に近い形で長いツッツキも警戒しながらストップされたボールを打ちに行くといったこともできるようになりますので、いろんな応用を加えてもらうといいかなと思います。2つ目としてはカウンターの練習ですね。まずはフォアの3分の2ぐらいに、ある程度ぶっつきでかけてもらう、ぶっつきが厳しいようでしたら相手にサーブを出してもらってツッツいたボールをかけてもらって、それを簡単する練習になります。まずはフォア3分の2で全然いいです。フォア3分の2に来たボールに対してちゃんと体を合わしに行ってカウンターを繰り返す。カウンターというのは対人練習の中でそこまで多く行うことは少ないと思います。なのでこの他球練習をしっかり活用してもらうことですね。相手に自分のツッツキを打ってもらうでもいいですし、あえてぶっつけで普段の回転量以上のボールを送ってもらうことで自分に負荷をかけて、そのボールもしっかり練習からカウンターできるようにしておけば、実戦で回転のかかったボールが来ても全然怖くはないですね。練習の手順としてはまずはやっぱりフォアの半面ぐらい、3分の2ぐらいからだんだん前面にしてもらいましょう。初めから前面で取ろうとしちゃうとやっぱりただ入れるだけになってしまうんですよ。それだと他球練習の意味はなくなってくるんで、やっぱりこの練習はしっかり叩く、バックの場合でもしっかり上から押し込む、そこを徹底してやってあげたいんで難易度を徐々に上げてもらうといった形ですね。フォア半面である程度ミスなく打てるようになってきたらちょっとずつ広げていこう、そしてミスが減ってきたらどん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 前面に広げて自分に負荷をかけていく、
で回転のかかったボールだけをしっかり叩けるようになってきたやったら、はい、回転の変化をつけてもらう。ちょっと乗せ気味のボールであったり、特に表選手は回転のかかったボールを叩くことができても、ナックル気味のボールが飛んできた時にストーンって落としてしまうことが多いんですよ。そこのボールに対する対応も前に出してもらいながら練習することができますので、まあ、カウンターといってもただ叩き続けるんじゃなくて、相手のボールに合わせる判断するということをしっかり意識して行うようにしましょう。そして3つ目としては、フォア前にストップを出してもらいます。それをまだストップで返球して、そのボールを相手に前面に軽くつついてもらいます。それをオールフォアで角度落ちで仕掛けていくといった練習になってきます。まあ、角度落ちがメインの練習になってきます。正直対人練習より他球練習でやった方が質が上がりやすいかなと思います。どうしてもラリーを続けることにこだわりすぎてしまうと、角度落ちでなくドライブすることが多くなってしまうんですよ。特に私もそうなんですけど、やはり他球練習の方がある程度1球のボールにこだわることができるんで、角度落ちの練習も行いやすいかなと思います。その時に意識してもらいたいのは、しっかりラケットを振り切るという、まあ、角度打ちといえど変にこうつなぐだけのボールになるんじゃなくて、ある程度点の取れるボールにしていただきたいので、突っつきされたボールに対してちゃんと体を合わせて自分のストライクゾーンで振り切る、まあ、特に回り込みですよね。回り込みきたボールもしっかり回り込んで振り切る、得点できるボールにしてもらうことが大事ですね。まあ、得点するためには、まあ、コースもバック側を少しもちょっとサイドを切るであったり、まあ、フォア側に厳しく送る、相手のミドル相手がいると仮定して相手の右腰の場所に打つといったイメージを持ってやってもらうと、まあ、実戦でもしっかりラケットを振り切って点になるボールを打てるようになることができますので、この角度打ち表選手ならではの技術ですので、やはりボールの質を高める練習をしておいて損はないかなと思います。で次はこの他球練習における共通点ですね、そちらを解説していきたいと思います。その共通点というのは、ラリーになる前の技術を練習しているということです。表選手は、私の考えなんですけど、大きいラリーよりもやはりそのラリーになる前の技術の方が大事だと思っていて、やっぱりボールが直線的になりやすい分、大きいラリーになってしまうとちょっと不利になってしまう印象があって、だったら大きいラリーになる前に自分が上から叩く点になる技術をしっかり練習してもらった方が試合の価値に結びつきやすいと思っておりますので、大丈夫です。カウンター、角度打ち、まあ、どれも正直サービス3球目であったり、まあ、レシーブ4球目ぐらいで使う技術だと思うんですよ。ただ表選手はここが全てです。ここの質を中途半端にしてラリーをやって試合に勝つことって難しいと思っているので、まあ、ラリーになる前の技術の特にボールの質にこだわりを持って練習をしているというのが共通点になってきます。今回お伝えさせてもらった練習は正直試合の価値に直結すると言っても過言ではないですので、ぜひ一度お試しください。はい、今回お伝えさせてもらったこの他球練習ですね、まあ、練習時間がある程度取れる時であったり、まあ、ボールがいっぱい使える環境の時ですね、その時はやはり絶対やっていただきたいですね。対人練習をただ続けるだけになるとマンネリ化もしやすくなりますし、まあ、気分転換程度でもいいんですよ。練習メニューがちょっと同じメニューの繰り返しになってしまってるなと思った時に、まあ、一度他球練習をすることによって、まあ、新鮮さも生まれますし、それによって新たな発見、気づきも生まれたりするので、まあ、今回お伝えさせてもらったメニュー以外にも、まあ、様々なメニューがありますので、まあ、いろいろ取り組んでいただければいいかなと思います。もしこの動画が参考になった方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。